ここからだん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 ヒートアップしていきますよ。まずこの配信台、ここでまず注目の第一戦、 1P 側トッチーレリウス、 2P 側ドグラアズライル、 N 音ドグラはついにここで配信台に登場してくれました。先ほどの、ね、雑談でも言っておりましたが、私の中ではこの 2P 側 N 音ドグラ鉄板鉄板のガチガチの本命チームなんですが、日本選手の2-on-2、さあどうなるか分からない。まずはバーストをサクッと吐いて立ち回り戻っていくトッチレリウス、しっかりとバルトゥース人形の行動の先端もバッチリ潰しながら、レリウスの対策は完璧か。おっとここで謎の馬だけは通って、いやー出ました、連続ガード中断、背の高いキャラは非常にあの中段が見切れない。さあここはゲージを使って裏、弱点が2個ついている、この気まずい状況をなんとかしのいだ、うまく2C を透かしてトッチリリウス、ここに来て本領発揮か。ドグラザイガードが非常に硬い、そしてヒョルタクを今まで一生懸命しのいでおりましたが、ここに来て、さあ、倒しきった、美しい。まず一本先生はドグラアズライル。開幕、大胆なところ、だがとっさに出したグローラフィールド、まずは仕切り直し。怪しい攻めには、全部ジャンプでしのいでいる。バリアと通常カードの的確な使い分け。さあ、ここでトッチのコンボ。慎重に慎重に、中段下段と繰り返し、ついに崩れる。これは結構痛いぞ。さあ、イグニスを回収して、遅めの投げ。これたまにやられると困りますよね。おナイスバックステップと言いたかったが、バックステップにしっかり対応している。ボルテードからこれはフィニッシュ、最終ラウンドへ一進一退の攻防。ここの先鋒戦落としたチームはかなり苦しいぞ。ここに来て横から刻んでグスタフ、安易には崩しに行かず慎重に相手のガードを伺っていた感じだった。さあ、イドロイが空振ってしまう、位置が入れ替わって1点ピンスと思いきや、とっさのレドリー 6D、 いろいろあったがボタンを押して通していたのはドグラのアズライル。中下でここでついに揺さぶり出したリーワサ、前ステップサボする、どうなんだどうなんだどうなんだ、まだ終わっていない、だがあと一発で終わってしまいそう。これは厳しい、待ち構えてた2C ヒット、跳ねない。いやちゃんとジャンプしてる。クラストリガーもバッチリバリア。だがトッチ、驚異の粘りを見せている。カウンターアサルトの総裁に最速の護衛。これがやり込み。ドグラルのアズライルが、まずは先鋒戦を勝利。さあ、このままエノーレイテルが勝てば、何事もなくベスト4まで進んでいくんですが、ここで立ちはだかるのは先ほど大いに会場を沸かした、おそらく今日一番会場を沸かした男、フィルムの白面。白面対レイチェル、白面に対してレイチェルがどのような大きな攻めを組み立てるのか、そこにも注目ですね。まずはサクッと触って風はそのまま温存。さあカエルを電撃を受けながら、なぜかフィルムは笑っている。なんでそんな楽しそうなんだ。
中段ガド下段で崩れる、ダメ端の大き攻め、これはなかなかに辛い展開。カボチャは当て身円までジャンプキャンセルして、お互いの予定手法あったのか、位置が入れ替わり、3800取ってからの 6B。 さあここで風を使って中央に帰っていく、このジャンプ逃げを通した後の回避、ここはやっぱレイチェルの強みですね。なかなか殴り合いに持っていけない。さあちょっとディリヒン気味だ、イルムの白面、このまま当たらなかった。ここはゲージを贅沢に使って4500、俺わかんないよわかんないよ、中断、あーなんと今1本目はNレイチェルが制したかと言おうと思ったその矢先に、なぜか白面が 2D を、レイチェルが宙に待っていた。1本先制していたのはフィルム白面、またもN オンターン、やはり中下卓空勢からの、さあ風がいっぱいあるよ、引っ掛けたからどこからでもしっかりとまとまったダメージ取っていく。さあダウン取られたら素早く風で回避、風があるうちはとにかく密着近距離戦を避けたい感じか。ここはバーデまでリリーまで、まあ体力は残っている、飛んでいる、中段中段、これはしのげない。最終ラウンド、さあ何かが起きるのか、空中だけで何かをアピールしている。サンシーがここでヒット、これはさすがの NL というなのか、それとも奇跡が起きるのか、冷静に待っている。まだ次だ次で、中段中段、下段はまだ来ない、だがしかし最後の最後崩れてしまう、バースト打って、これすなわちオーバードライブはもうない、あがくフィルム、さあどうだ、残鉄2段目決定打には繋がらない、投げがアドフル、クラストリガー入れて、さあエドは動かない、バーストは温存、バーストは温存している、ゲージもいっぱいある、どうすればいいかこの状況だが、しかしワンミスでレイチェルがもうやられてしまいかねない状況。ここで来ましたロータス、風を使った徹底した差し回りでハック面を寄せつけない、ここでジャンシーで切ってバースト使った、これはワンチャンあるんじゃないのか、あるー勝ったのはフィルムのハック面、終始1ラウンド目から最後までずーっと NO レイチェルが優勢なように試合運びは見えたんですが、最後の最後どちらもフィニッシュブローは 2D、 勝っていたのはフィルムの白面。ここで大将大将から決定戦に行きます。あるよこれ、待ったもんじゃねえなやられる側の後じゃない。さあフィルムかドグラか、フィルムかドグラか、注目の決定戦、開幕5シーから6シーと大胆貪欲にやってるが、ドグラスタイル NO のレイチェル戦をじゃなかった NO の白目戦を見てフィルムのディフェンスを見ていたんでしょうか、うまい具合に手癖を潰しながら崩しきっている。スタンシーカウンター1本目、これは確実にラウンドを取るためのドーク中投げ、
まだ大丈夫、大丈夫、死ななきゃ大丈夫です。7100。だが、これでだいぶ状況は変わってきた。もしかして、もしかして、もしかして、一歩ずつ今フィルムの剥面。関東か関西かとか言ってる場合じゃない。九州にとんでもない悪魔がいた。さあ、このまま勢いに乗せてしまうのか、それとも盤石の安定感でここでしっかり抑えれるのか、この状況から。3000オーバー 6B。 さあ止まってエリア地面オーバードライブ、勝負をかけた、廉価がヒット。これは勝ったのは俺たちが、負けないのはどう考えてもお前らが悪い。ベスト4に進出となりました、おめでとうございます。さあ今の試合を見て何か思うところあると思います。パチさんとカキンさん、ぜひコメント感想お願いします。いやー、なんて言えばいいんですかね。いやー、ちょっとですね、まあ確かにさっきはね、どこまでフィルムが行くのか見たいですねって言った覚えはありましたけど、まさかこのチームを煮立てするとはっていうのまでは正直予想してなかったかなと思いますけど、まあ、ある可能性としては全然あったんですけど、でもないだろうと思ってましたね、正直なところ。ゴンブトすぎて選択肢がね、もうそうなんですよね。なんだかんだわけのわからんところをやってるんですけど、あの抑えるところはしっかり、あの立ち絵指導か、あの細かいコンボとかですよね、そういうところもしっかりやってるんですよね。最後の後半に出した細かいところのコンボが地味にすげえ上手くて、そうですね、逆に笑っちゃいますよね。ゴンブトな選択肢ばっか目立ってちょっと 笑っちゃうんですけど、実際細かいところうめえな。そうですね、地味なところは本当にうまい。なんで、まあね、全然実力的にはフロックではないということは証明されてるんじゃないでしょうかね、はい。だからここが、抜けて、今4番筐体がまだちょっと続いてるっぽいんで、 4番筐体の方、また高野さんですよ、また高野さんが、お、今日の持ってる男やっております。これは時間的にやはり決定戦かと思われますが、高野ノエルとディオカルル激戦を今まさに始めたばかりです。今始まったばかり。カメラさんちょっと映してもらった方が、今回せればいけそうかなというところですけども、これは見たいですね。ちょっといけますでしょうか。今は決定戦、そうですね、さあこの状況、見るに高野ノエルの、どうやら今高野ノエルが、いやーリーチをかけている状況だと思われます。いやー、今日のこの男何かが違う。一方ここ一番の勝負でした。それに関してはディオカレルも負けていない。お互いに CT からのこの同じキャラを使ってきた二人だが、しかし今この目の前の流れ、勢い、さあそんなアナログなものが格闘ゲームにあるのかと言われたらあるのかもしれません。だがしかしディオカレル、ここでさあどうする、補正を切るのか、 4D アサルトスルーからゲージを使って、ちょっと目の前の人形は怖いか、一旦撤退。おっと、バースト打って、これはこれはどうなる、空対空ジャンプに当たらない、こう直側して、なんと冷静に避かれる、冷静すぎる。この男まだ分かんないぞ、一発でおー避けて 2B がヒット。こうや強い、強いぞこうや。小屋さん、大事なものを教えてるよ。バチが当たりますよ。強い。さあというわけで4番台はディオカルルを下して、小屋ノエルベスト4に進出となりました。パチさん、カキューさん、いかがでしょう。いやー、もう強いんでしょうですね。そうですね、ディオもすごい冷静でバーストをしっかりガードしてですね、挟み込んだ状態で、あ、これはと思ったんですけども、ちょっとやっぱりね、バックステップの使い方がすごい上手くて、安全な距離
どこにいちゃいけないっていうのが、あの特に今日の小屋さんは全般的にすごい冴えてるなっていう、どこの位置から、距離を取ってバックステップで、まあ、安全な距離をある程度見といて、そこから、まあ、うまくちゃんとかいくぐって触りにいってるの でラピッドキャンセルで、ね、攻め継続でね、いつまであのこの崩しが来るのかわからない状態にして意識散らしてるんで、まあ、相当冴えてますね。もう多分全然冷静に画面 見えてるプレーだなっていう印象ですね。うん、ベスト4が揃って、ここてね、じゃあちょっとベスト4トーナメント表とかって出せますかね。動画上でも出てますね。あ、出てますね。右上の方は出てます。今。出てますね、はい。俺たちが負けないのはどう考えてもお前らが悪い、私が勝てないのはどう考えてもキャラが弱い、ね、なんか来ましたね。最近ちょっとアニメで結構人気があったっぽい感じの雰囲気になってますけども、そして俺たちはお前をはめたい、そして消そう、キャラで見ていくと、レリウス、白面、レリウス2人ですね、白面、狭間、アズラエル、ノエル、バルケンとレリース、イザヤ、ばらけてますね。まあ、アークレボの時もそうだったんですけど、まあ、やっぱりなんだかんだ、皆さんすごい高いレベルで、いろんなキャラクター使っているので、まあ、大会でなんか大型偏ったりするんじゃないかなんて前も結構言われてたんですけど、蓋を開けてみたらそうですね、やっぱり最初に多いキャラって言って、まずライチが、ここにまず一人も残っていない、ちょっと意外ですね今回は。そうですね、バルケンハインが最多で8名いたんですけども、残ったのは1名で、ラグナも今回こそはと思ってたんですが6名いたんですけども、まあ同じく全滅と、いうことで、ジンもここで敗れてしまいましたので、レリウスがね2人いて2人しかいなかったんですけど、2人とも残ってるっていうのがすごいから、先ほどは森さん多分マイクでは拾われなかったんですけど、レリウスはかなりいいキャラだと思うんだけどなっていうふうにボソッと後ろでおっしゃってたのを聞いてたんですけどもね、まあ、これはちょっと森さん歓喜の流れになるんじゃないでしょうか。まあ、そしてね、狭間も今回はね残って、狭間結構勝てそうでかなんか勝てないみたいな感じの、そうですね、強いんですけどやっぱり、まあ、自分でいろいろ動き回ってるところに何か技を置かれて、そこからコロッと、まあ、一旦やっぱり守りに回るとですね、ジェイコ補填陣も強いんですけど防御面で使うにはややちょっと心もとないってところがあるんで、まあ、ちょっと三剣対野瀬の狭間同キャラ戦はね、ぜひやっぱり動画でも見たかったところではあったんですけども、結果的には野瀬がストレートで三剣狭間を下すという展開になってますね。はい、じゃあお願いします。はい、はい、それでは、残す試合もあとわずかとなりました。各地域から強いチームが集まった今大会を勝ち抜いてきた4チームが優勝を競い合っていただきます。続いてこれからは準決勝ということで、すべてこちらの1台のみで進行させていただきます。それではそれぞれの選手にお話をお伺いしたいと思います。準決勝戦第1試合の俺たちが負けないのはどう考えてもお前らが悪いチームと、私が勝てないのはどう考えてもキャラが弱いチームです。全然わかんない。はい、では選手の方前へどうぞ。はい、4名全員並んでいただいて結構です。はい、というわけで、いやなんか平均身長は割と自分ぐらいですね。さあ、というわけで、この両チームに、まあ、次の試合の意気込み等々何か言いたいことを言っていただきたいかなと思うんですが、まずトッチさんどうですか。とりあえず、まあ試合見てもらったら分かる通り、おっちゃんがすごい頑張ってるんで、ね、この試合は絶対僕も勝ちたいと思います。頑張ってください。さあ、では続きまして、デビルことフィルムさん、何か一言。なんで勝ってるかわからないんですけども、まあ、この調子を維持できれば優勝もあり得るかと思っておりますので、応援をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。では、続きまして、では滝筒さんお願いします。私の方も負けず劣らず、今のところ野瀬が全勝で勝ってきてるというような状態なので、私もそろそろこの辺りで勝ちたいなというところですね。皆さん応援よろしくお願いします。面白いこと考えてきたんだけど何も浮かばなくて、だからあのプレーで、まあ、みんなを見せられればいいなと思っています。おいやーかっこいい、ありがとうございます。では、タク選手、コメントいただきましたので、それでは試合に移りましょうか。では両チーム各筐体にもおっといただいて、さあここからは真剣勝負です。はい、では選手の方々皆様ご準備よろしいでしょうか。それでは始めてまいりましょう。タイトーステーションプレゼンツ、ブレイブルークロノファンタスマブレイバーズリベル2013決勝大会準決勝戦第1試合です。レディーファイト。ついにベスト4までやってまいりました。先鋒戦はどうやらポイントゲッターのフィルム白目野瀬狭間に今のところは頼ってしまっているのかなというふうに自分で思っているこの2人、さあここでどっちかが脱却できます。どっちかがここでついに仕事できたってガッツポーズできますよ。トッチリリュース対タヒチアズライル、先ほどドグラアズライルと接戦を繰り広げ惜しくも敗れたトッチリリュース、さあここの試合は見せていただきたい。さあ中距離をしっかり丁寧にガードしていたタヒチアズライル、ここで投げを飛ばし置いてる西井がフェイタルカウンターしたもの。さあここまで来るとせっかくここまで来たのにというプレッシャーも普通ではないはずなんですが、中下をしのいで今度は投げも外す。タヒチアズライル硬いぞ。だがしかし状況としては依然レディースが圧倒的大幅リード、表裏もガードして、なんでガード勝てえぞこの男。だがそれでもなかなか自分の番が回ってこないと、自分の番が回ってきました。ファーストさせねえよと止めてゲージを使ってとにかく攻めを続ける。ここでクラッシュトリガーファーストを打ってお待ちどおりバックステガリこれはもしかして 1,2,3 からのブラックホークスティンガー一本先生タヒチアズライル。走るめちゃくちゃ走ったいやーすごい、とっさの 5C6C に対して頭無敵の 2C で割り込んでいく。先ほどから 2C がサイルでトッチレデュース、そしてこの苛烈な攻めに対してとにかく硬いガードが硬いタヒチアズライル、お互いに譲れない殴り合い。引き段が通る。さあここは勝負だ。いやーこれはバースト打って西田行く。いやーまだ崩れないのかこの男。試合中の大半の時間をガードに費やしている。カウンターサルト、もうゲージが何もない、食べるのはイグニスだけ。ここで回収して中段が通る。これはもしかしたらあるんじゃないのか。ボルテード、どうなんだこれは、残ると思うけど、ひとまず下がって回収、ゲージがいっぱいあるよ。タヒチアズライル、ここで脱出、マスコット卒業しました。無事1勝を挙げて、さあ追い込まれたのは
俺たちが負けないのはどう考えてもお前らが悪い。大将フィルム博弁、今までこの劣勢を何度も跳ね返してきましたこの男今度立ちはずかるのは狭間とアズラエル、この二人を抜けないと次には進めない。そして本日どうやら全勝中というこの野瀬の狭間、配信台ではおそらく初登場。ここでどういう、あ、そんなことない、さっき一回やったね、すいません。さあということで本番大将戦、どちらが勝つか。さあザイムに対してジャンディーを置いている。一味違うぞこのキャラ対。あ、九州対北海道の遠い遠い対戦。西大空から、いやー、そしてしっかりと運んでいく。怪しい置き攻め。いやー、これはすごい。だがバーストがない白面、ここからのワンチャンスは起こせるのか。ゲージはいっぱいあるんだが、おっ、おー、怖い、今のは怖い。さあどうなる、どうなる。ジャンシー跳ねていた。西残鉄二段目、なんかいろいろあって、なんかおそらくガキャン漏れ。そしてバーストボースの 6C シップ。やっぱりなぜか、やっぱりなぜか立っているのはフィルム白面、日本ベドール。投げていく、流れを持っていく。さあここから脱出、クナゲ、鋭いクナゲ。狭間の橋の置き攻めも大概かなり鋭い。さばくのは困難な崩しをいっぱい持っているんですが、フィルム白面のプレッシャーの前に、さあここでジェイコーデンジ、これは高そうだ。何本持っていけるか。5200近く持っていって、ニョキを潰したもの。さあ、白面のオーバードライブは、ここはバーストに回す。ワンチャンスにかけていきますよ。どうなる、何が起きる、何が起きる。やーべー、おーさ、逆上がり、逆上がりからのシップ、フィルム白面見せる。本日無敗の野瀬狭間を叩き落とす。あ、そうなんですか、いよいよゼロフレ、それはすごい。そんなものを大舞台でそんなにこやかにやったんですか。あ、安定しちゃうんですか。あ、それはすごい、まさにやり込みですね。うん。さあここで決定戦、最後の最後、ここで勝てばチーム、チームですよ。滝津さん頑張ってください。この会場もデビルのプレーに完全に持ってかれてる。この空気の中で滝津アズライル、ここで本気を見せてほしい。3800、直側をして残鉄しっかりしといて、トパン投げも外す。この男ガードスキルがとにかく異常。体力はお互いじわじわ減ってきて、グスタス確認から3段決めて叩き落としていく。次の読み合いはニョキコパン、どうだ、タヒチがリーチをかける。心なしかこの試合だけデビューよりタキスタンの方が声援大きい気がする。さあ2本目、
クリア通して、前転 6B、 いやー始まった、この謎の読み合い、西大君もしっかりずらして相手にいろんなプレッシャーをかけていく。おー、逆上がりジャンプ D を空中投げで吸い込んで、あー距離がわからない、どうするどうする、これはこれは、おー、あ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 、うわ、オーバードライブ、後ろ台からの、え、え、え、8300、終わらない悪夢、最終ラウンドまだまだ続きます。さあこの2本目からタキチアスタイルは立ち直っている。ここで中段 2D、 さすがにこれは厳しいんじゃないのか、崩れて、さあどうする、いやー使った、もう OD ないよ、オーバードライバーないよ、ゼロウラフィールド、野瀬タキチが強くハイタッチ、勝利したのは野瀬タキチ。私が勝てないのはどう考えてもキャラが弱いです、おめでとうございます、決勝戦進出です。いやーしかしフィルムさんもすごくすごく1回戦からここまで盛り上げてくれました、皆さんぜひ拍手をお願いいたします。さあでは解説席のパチさんとカキウさん、ぜひコメントお願いします。いやー笑いますね。いやーほんと見せてくれるっていうか、まあ2ラウンド目開幕のあの白目の 3C を見てからぐらいの勢いでテイクダッシュでアズライルがジャンビーからコンボ入れて、あこれはもう流れ変わらないだろうと思ったんですけど、持っちゃいましたからね。まあ確かにタシチさん側のミスがあったとは言っても、もうね持ってるとしか思えなかったからね。ブラックホークスティンガーになるところがバリアントになって、あれで負けたらもう多分トラウマになるんだけど、もう試合終わってないのにタシチさんも頭抱えた状態でファイナルラウンドが始まってたんで、ね、あれ本当ね世紀抜けますよね。そうですね、そっからよく持ち直したなと思います。俺もう絶対これあかんとか思ってフィルムかつ流れでしたよね。そう完全にあのねもう負ける流れをね、よくよくここで仕事したっていう。そうですね、だからまあずっとその野瀬くんが勝ち続けたっていうところがあったんですけど、まあまだもう1試合ありますけど、まあ、少なくとも体裁を保ちましたね。今までのあれを全部取り返すぐらいの、もうお釣りぐるくらいの活躍は確実にしますね。勝ち王者と思うんで、やっぱ決勝でもねぜひもう一回勝って、綺麗にね優勝を目指していただきたいと思います。はい、では続きまして準決勝第2試合目に移りたいと思います。準決勝戦第2試合の俺たちはお前をはめたいチームと化粧チームの選手の方、こちら前へどうぞ。さあそれでは現在生き残っているのは3チーム、そのうち1チームが消えます準決勝の試合。それではこの次の試合に向けての意気込みをぜひともこちら側で、ではですね、化粧のゆいたまさんからお願いします。ここまでまだ1回も勝ってないのであんまり高野さんに、まあ、負担かけさせるのもあれなんで、そろそろ1回、まあ、全部勝ちに行こうと思います。ここまで 6-0 で来たんで、このままノエルっていうキャラの強さを引き出して最後まで勝っていけたらなと思います。よろしくお願いします。それでは、対するチームが、俺たちはお前をはめたいチームのりょうさん、お願いします。ありがとうございます。いや僕も今日ちょっと全勝で来れてるんで、この勢いを止めずに頑張っていきたいと思います。あと新宿スポーツランド本館よろしくお願いします。あ
最初はやっぱり相方ゲーしたんですけど、まあ、その後ちょっと仕事できたからってのあるんで、あ、まあちょっと次バルケンハインなんですけど、まあ、フリキャラですけど頑張りますんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では各チームコメントをいただいたところで準決勝の第2試合に行きましょうか。では各々筐体にお願いいたします。さあ、というわけでお願いいたします。はい、それでは選手の皆様ご準備よろしいでしょうか。はい、それでは始めていきたいと思います。台東ステーションプレゼンツブレイブルークロノファンタズマブレイバーズリベル2013決勝大会準決勝戦第2試合です。レディーファイト。準決勝第2試合始まりました。さあ、ここで先鋒戦は会長伊沢より対するはユイタナ・バルケン。どうやらこちらのチームも今のところは両レディース高野ノエルの2人が主に活躍をして勝ち上がってきているご様子。ここで頑張りたい先鋒戦。さあ、ここでまずはキレがあるソニックセイバーとアルファを当てていましたが、さあここからがバルケンハイの時間です。橋の決め、まずはおそらくバックステップを警戒したところ惜しいカウンターからもう一回崩して次のコンボはさあ見えないジャンプシーン、中段が通ってフルークまで一本先制はユイタナ・バルケン。いいところでイリスブレードを当てていく。3300からの猛チェンジ、ここからイザヨイの本領発揮だったはずなんですが、温存していたバーストから橋ダウンを奪い帰ってくるカウンターサルト。さあ起き腰機能している下段下段、さあちょっとここで一瞬間があって柏に戻って飛び回る2人早すぎる。バスト打った、あとはない会長いたよい完全アサルト、今のは危うくかわされそう。終わったー、惜しいから那覇といえがゆいたはここで頑張った。さあ大将は両レディウスと小屋ノエル。ここで両レディウスが落ちてしまうのか、それとも決定戦にもつれ込むのか。チラッと見た、チラッと見た。さあこれで集中力が切れてしまわなければいいんですが、今やばいですね、あの画面をずっと見ながらチラッとカメラを見ちゃいましたね。さあそんな気を取り直して、それでは2人目の試合、大将対大将。一歩リードしているのはケソーの方なんですが、今まで先鋒戦敗れてから2回まくり返すという勝ちパターンをずーっと守り続けたこのチーム。さあここで法則が崩れてしまわなければいいんですが、 あっちの話ですからね。
さあそれでは行きましょう。今日は一味違う荒野がこのまま勝ち上がるのか。アークレボー壇上プレイヤーの料理リュースがそれを阻むのか。まずは荒野さん、ここは崩しに行かずに派生で捕まえたが、すごい石から空投げで吸い込んでいく。止めて、さあ画面中央で、おっ、よく逃がしていた。なかなかノエル側接近できない。バスト打って止まりたくない。いやー、ここから橋の受け狙いは中断。一本先生は料理術、さすがの安定感。荒野は今の試合を踏まえた上でどうするか。ジャンプで必要に粘着して、一瞬引っかかったところを見逃さない。ここで動いてしまった。さあここから 4D アサルト、あ、ガードしていたが、ここでカウンターアサルトに 6D バッチリ読んでいる。いやー、そういうことやっちゃう。 6BC が通り、これをこのまま完走すれば一本奪い返す。こうや粘る。どちらも勝負強さが光る1、2本目。ここでついに 2A で暴れ出した。空を飛んで、おっと、止めた。回収した。さあ中段が通る。このままだと、このままだとどうする。バスト、しっかり当てた、当てたが、依然苦しいのは変わらず、6A、上を見てるよ。ここから、橋の攻めは、どれにするのかな。投げ外す。中下の嵐に対して、ゲージをもう一回使う。体力はほぼほぼ追いついた。だが芸術は激しいぞ。バースト打って、もうどっちが勝つかわからない。目の前の人形が邪魔したい。どうする、どれにする、どれにするんだ。下段が決めきれなかった。強烈リフスがここで、絶対アストラルミスだろ、絶対アストラルでしょあなた。いやー、今のは危なかったですね。はい、勝利したりょうさんから勝っちゃえねんというコメントをいただきました。ありがとうございます。でもまだ終わってません、まだ終わってません。次の決定戦が残っております。残り5秒の攻防が、この試合に勝った党のチームが決勝戦に進出です。野瀬とタヒチが決勝で待っております。ゴビを置いている。下段で崩す。お互いに攻めは鋭いキャラではあるが、バルケンのこの置き攻めをどこまでしのげるか。さあ、狼ゲージが
集団が通る。1本目は完全に両レディスの流れ、ボルテードでまずは1本先制、拍手が沸き起こる。いやー、うまい具合に対空ずらしてフェイントを仕掛けていく。いやー、よく暴れた、割り込んで、だがしかし両リュース、バルケンハインの攻めをことごとくいなしていた。ここでコンボを使ってしまうものの、次の置き攻めが西井対空からノーマルヒットでもしっかり繋いでいく。これがどちらかわからない、必殺のジャンプにバーストを打ったのはゆいたま。カウンターサイド迷いがない。いやー、こういうところはしっかり押さえている。だがすかし九段ついに崩れる。ジャンプ C からこの置き攻めで決めたい、決めたいマルケンハイに対してレクビノムは虚しく空振り。踏ん張るユイタマ、最終ラウンド、なんという緊張感、どちらが先に触るか、まさにやるかやられるかになってきている。きっかけだ、バースト打ったジョリルス、下段で崩す。回収してからの中段、果たして溜まるかバーストが。これは思わず会場からため息が。おお、なるほど、だったが、だったが、今度は文句なし、オーバードライブボルテードで決勝戦に進出したのは両レディース会長以外のチーム、俺たちはお前をはめたい、決勝戦進出です、おめでとうございます。さあ、今の試合も非常に熱い展開でした。ではパツさんとカキュンさん、今の試合いかがでしたでしょうか。いやー、両選手強いですね、本当に。もう小屋選手とのね、残り5秒、最後の後半の5秒とかの戦いなんかがもうミスしてるのに一瞬で修正してでそれを、ね、小屋選手も対応してみたいな、そうですね、あの瞬間の駆け引きが本当にもうすごいなと思って、よく見てんなね、本当お互いこうミスはあるんですよ、確かにミスはあるんですけど、そのこの土壇場で頭真っ白になりそうなところでもなんか何かしらの行動をやっぱりしてるんですよね、うん、でそれが、最後、まあ、両レディース対高野は、中段からのラピキャン入れ込みマイビーで、決まって、まあ、そこはすごいなと思ったんですけど、今の試合もやっぱバルケンハイン、結構彼、バルケンハインとかジンは大会前結構危ないかもってリョウ君は言ってたんですけどね、まあ、ユイタバルケンをここでやっぱり最後はもう圧倒したんで、この流れ、まあ、どっちもやっぱり今勢いがノゼとその、リョウであるんですけど、タシチとね、会長とマニアックなキャラ同士の対決になるんですけど、まあ、全く読めないですね、イザヨイタやアズラエルとかあんま見たことないっていういろいろ大会やってるんですけど、なかなか見ない組み合わせなんで、どうなるか正直わからないですね。本当狭間以外は正直そこまで人口が多いキャラとも思えないんで、ちょっと予想がつかないです。はい、ありがとうございます。はい、それでは残る試合はラスト1試合となりました。強者揃いの今大会決勝戦まで勝ち残った、私が勝てないのはどう考えてもキャラが弱いチームと、俺たちはお前をはめたいチームの選手の方々、前へどうぞ。どちらも本当に接戦を制してきたこの2チーム、
さあ決勝に残ったのはなんとびっくりレリウス、イザウェイ、ハザマ、アズラエル。このキャラ構成誰が予想できたかね、本当にもうびっくりです。さあそんなキャラ使いの皆さんにこのコメント聞いてみましょう。お願いします。 ありがとうございます。まあさっきみたいにアストラルもう一回確信をやらずにきちんと当てたいと思います。ありがとうございます。相方芸っていうのは大事だと思ってね、うん、でもまあ決勝なんでもうやりたいことやって、多分あの格闘家も俺のこと応援してくれると思うんでぜひよろしくお願いします。格闘家応援してね。そうですね、勝っても負けてもこれで終わりなんで、だったら勝って終わりたいと思います。まあ、会長さん、格闘家の応援もらおうとしますけど、僕さっきの昼休憩で富士そばで格闘家に会ったので多分僕らのチームが今回は優勝するかなと思います。お願いします。はい、ありがとうございました。いや、野瀬さんがいちいちかっこいいですね、言うことが本当に結構考えました。あー、そうなんですか。本当は面白いこと言いたかったらしいんですけど、まあ、ついつい真剣になっちゃいますよね、ここまで来たら。さあ、そういうわけでじゃあ決勝戦いっちゃいましょうか。では、各チーム筐体へお願いいたします。両チームご準備はよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では優勝は一体どちらのチームになるのでしょうか。台東ステーションプレゼンツブレイブルークロノファンタズマブレイバーズリベル2013決勝大会決勝戦レディーファイ。さあ泣いても笑ってもこれが最後、これが本日最後の試合です。皆さん全力で応援してください。声援よろしくお願いします。最後の最後は北海道対関東、北海道対関東ですよ。ワンピーガはこちら来ました。タキスのアズライル、先ほどの準決勝の試合は素晴らしいものでした。先鋒戦アズライル対イザヨイ、会長イザヨイはもう好きにやりますと言っておりましたが、シーンのほどやいかに触ってからの強気な攻めが続いていく。お互いに強気強気、そしてタヒチは硬い、狙いすましてからの距離はバッチリ見ている。だがしかしまとわりついて、まとわりついて離してくれない。切り返してここで口引っ掛けてからの3段、4戦越えの奥攻めが大胆に、ここはイバさんワインアップ位置を入れ替えて、今度はイザヨニョさん最初が攻める。おっ、高いフォアからのラピカン中継がファーストがオーバードライブに化けてしまったんでしょうか。さあ一回お見合いして、それでも武市は慌てずにガードを固める。冷静だったが最後の最後に引っかかる。さあまだまだ試合は終わらない。どうする、ジャンプボールヒット、一本先制は会長のイザヨイ。さあタヒチアズライルの辛抱強さが光っていたものの、最後の最後うまい具合に押し切った会長イザヨイ。2本目オーバードライブを使ってゲインアウトモードでやる気満々だ。
おっと、これは美味しい流れ、思わず会場からも悲鳴が上がる。さあここから、おっと思わず首をかじげてしまう。まだ終わっていないこのラウンド。グローラーフィールドらしくなく焦ってしまったが、池田が通る。この崩し、どこから何が来るのか。変幻自在だから押している。この場をなんとかしのいだ最終ラウンド。ヒットして、この強気な九時、ここに来て一気にタヒチだ。タヒチが来ている。いいミスが噛み合わない。まだまだまだ終わっていないぞ。どうする、何が当たってもこのままだと決まってしまいそう。カウンターアサルト、オバドライブ、ここで球を溜めていく。おっとバックステップが反撃開始なるか。どっちか全然わからん。ジャスティスホライザー、気がつけば体力結構詰まっているか。裏回りタイガータヒチアズライル、ここで先方戦を制す。さあここで先にリーチをかけていくのか。俺たちが勝てないのはどう考えてもキャラが弱い。あとはノゼハ様が両リリースを下せばもう優勝は目の前だ。優勝は目の前なんですが、そこに立ちはだかるのは関東最強リリース両リリース。さあ北海道の野瀬さんはレリウスどこまで調べているか。ここ一番で試されます。まずは挨拶代わりに空投げを外すところから、なんとからこの粘着ジャンプ D。さあ直がやっておりましたが、ここで劣勢ができず。おこれは独身バッチリ呼んでいる。じゃあよく後天神からお手玉入れて5300。これは流れが変わってきた。リーチをかけていく、野瀬がリーチをかけていく。あと1本、あと1本で北海道の勝利だ。だがここで西ファースト打っていくので、空対空からでも運んでいけるんです。サンエがファースト打った、ウロボワッカー打った。これは次どうする、何を食らってもおっかなびっくりな、この状況。6これは決まるのか。いやーバッチリだー、バッチリだー。というわけで決まりました。まさか関東じゃない、関西じゃない、北海道でした。本日の優勝は、私が勝てないのはどう考えてもキャラが弱いです。
皆さんもっと大きな拍手をお願いします。さあ、それでは竹内さん、パチさん、優勝した